デーツの7つの効果効能。デーツは世界中の熱帯地域で育つナツメヤシの木の実です。ここ数年で世界中で人気を高め、西側諸国ではよくドライフルーツとして販売されています。最も消費されているのはレグレットヌールという品種です。美味しくて健康にもいいデーツの7つの効果効能をご紹介します。 1. 栄養価が高い。デーツは優れた栄養源です。乾燥させているため他の果物と比べて高カロリーです。そのカロリーのほとんどは炭水化物で、残りはタンパク質に由来します。高カロリーにもかかわらず、食物繊維とミネラル、ビタミンが含まれています。 100g のデーツは約277カロリーで、 75g の炭水化物、 7g の繊維、2g のタンパク質が含まれています。さらに健康な体に欠かせないマグネシウム、カリウム、鉄、抗酸化物質も豊富に含まれています。 2. 排便を改善。十分な繊維質は体の健康にとても重要です。デーツには 100g あたり平均 7g の食物繊維が含まれるため、便秘を予防し消化器の健康維持を助けます。ケンブリッジ大学での21日間の研究で、毎日7つのデーツを食べた21人は、食べなかった日よりも排便が改善しました。 3. 血糖値を調整。デーツに含まれる食物繊維は血糖のコントロールに重要です。食物繊維は消化を遅らせ、食後の血糖値の上昇を防ぎます。デーツはグリセミック指数が低いため、血糖値の調整に役立ちます。4. 病気から体を守る。デーツにはフラボノイド、カロテノイド、フェノール酸などの様々な種類の抗酸化物質が含まれており、心臓病、がん、アルツハイマー病、糖尿病などの慢性疾患の発症を防ぐのに役立ちます。抗酸化物質は病気を引き起こす可能性のあるフリーラジカルから健康な細胞を保護します。プルーンやイチジクなど他のドライフルーツと比較して、デーツは抗酸化物質の含有量が最も高くなっています。 5. 脳の健康を守る。デーツは脳機能の改善に役立ちます。実験室での研究で、脳を炎症から保護し、アルツハイマー病に関連しているとされるインターロイキンのレベルの上昇を防ぐことが示されました。つまり定期的にデーツを食べると脳の健康を守り、アルツハイマー病のリスクを軽減すると言えます。 6. 正常な出産を促す。妊娠の最後の数週間にデーツを食べると出産が容易になると言われています。収縮を促進する化合物が含まれており、出産時に必要とするエネルギーを維持するために必要な糖分とカロリーも豊富です。 7. 天然の甘味料。デーツには果物に含まれる天然の糖分、フルクトースが含まれています。その甘みと栄養素、繊維、抗酸化物質は砂糖の代わりとしても有益です。デーツは用途が広く、美味しいドライフルーツのため、間食や砂糖の代わりとしても、毎日の食事に簡単に取り入れることができます。デーツを食事に取り入れてみませんか？